ゆっくりがお送りするバトーペ2実況動画。今回は、4月6日はジムの日ということでレーティング2筋。ボスはテンガになります。オルデムが言うところの下克上です。お、急にテンダちゃんとしたマリサもいますよ。なので、今日からあなたの任務は私と遊ぶことです。おお、こんなエイプリルフールセリフもあるんすね。さすがに信じないか。何でもします。何でもしますから転がさないでください。ボス引く。ガチな命乞いやめてください。命だけは取らないでください。靴舐めます。ボスの靴を舐めさせてください。お願いします。こいつの過去に何があったんや。おし、じゃあ嫁ちゃんのエイプリルフールボイスも聞き行こうぜ。すでにキャリーちゃんとハゲおじさんのは聞いちゃって録画できませんでした。うちの嫁ちゃんはどんなオレオレ詐欺ボイスなんや。はい、今回もレオナタソの記念日ボイスなしでした。出た。ちなビッチちゃんのボイスもなかった模様。やっぱガチャ関係のキャラは嘘言うと後々やべえかんね。まあこういうちょっとしたボイスの変化もあるのはこのゲームの良きところ。ほんじゃラストに唐揚げもみもみの人のボイスだけ聞いて期待紹介いこか。こらしんじゃないです。すみません、故郷に残してきた妻と子供たちから届いた手紙がね。ああ、嘘ですよ。自分独身なんで。信じちゃいました。え、それもしかしておもろいと思ってます。おい、やめろやめろ。急にガチなお笑い判定やめろ。コーダさんはおもろいおもろないじゃねえかんね。コーダさんはお前らに気使って滑ってるの分かってて乗っかってやってるだけだかんね。フォローするふりして死体蹴りやめてください。もういいからはよ期待紹介いけよ。どうせジムの日だからっつってネタジムで捨てゲー動画やるんやろ。今回はやっぱジムの日ですんで、これはほんますんませんですけども、無課金ジムでも全然いけるよってとこ見したいんですじ。ジムでレーティング参戦行ったりますんで。ライトアーマーです。お前らどうせスジムで参戦すっとコメントボロクソ書いて低評価をすんだろ。実質お前らがわしをライトアーマーに逃げさしたんやからな。勘違いすんじゃねえぞ。わしはスジムのる気満々でしたからね。プロバトーペプレイヤー視聴者からの圧に屈するネタ動画主。200コスベヤならスジム乗ったんすけど、さすがに300コスベヤだったんでライトアーマーじゃないとやべえなというわしの良心です。ただ普段ライトアーマーほぼ乗らないんで、回収型サベがレベ1しか持ってなかったんで、そこは許してね。チュンチュンの方はちゃんとレベ5持たしてますんで、なんとかなるやろ。やっぱこの機体系装ビームライフォーがメインみたいなとこありますから。サブ武器はグレのみで盾もなし、アーマーも低めで、その分足回りはそこそこと名前に偽りなしな性能。ただ最近の強襲機と比べると300コスでは若干キビいかなという感じはなくもない。バランサー、連撃レベ2にマニューバーもあるんで、強襲機としての基本は揃ってますんで。むしろ初期からある機体でこれだけ優秀なのは褒めていいレベル。強襲の基本みたいな機体なんで、わしのような初心者にも安心です。ベータからやってるプロ C 体プレイヤーが申しております。カスパの方はやっぱりライトすぎる HP をカバーするために脚部が走行と体が走行をがっつり積んどく。そら容量もちょっと不安な。なんで噴射レベ1も積んで、あとは各プロでピンク棒ダメージの底上げ。体があのボケ拾えや、あれ今日1のボケやぞ。目に見えて滑ってんのわかるやろ。逆に流したの褒めてもらえてくれだは。正論で返すんじゃねえよ。ごめんね。許す許す。じゃあ新さんちょっと唐揚げもみもみ行ってきますんで。食べ物で遊ぶんじゃねえよ。遊んでんじゃねえよ。下味処理してんだよ。あんまそういう難しいのやめてもらっていいですか。はい、そういったことです。ジムのふりして300コスレーティング行って満たしていきますね。ライトアーマーで遊ぶんじゃねえよ。遊んでんじゃねえよ。下味処理してんだよ。
ならしゃあないか。そういったことで今回初心者ライトアーマーにズダ族担当5人中3人がヤバみ、なんでここはジムコマとドムの人にめちゃめちゃ頑張っていただきたい、応援してます。ガンバガンバ、下味処理ガンバガンバ。そのネタこすりすぎなんでもう禁止で。エバラさんごめんなさい。巧妙なエバラステマの間に開幕中央へのブレポイポイがいい感じにポイポイできてるポイント、ここは一気に味方盾にしてチュンチュンを確実に客部へ叩き込んでいく思い切った堅実な作戦。すごい。何がだよ。いやわかんないで、6発中5発外すという奇跡の神エイムでチュンチュンがわしのエイムについてこれずにオーバーヒートだらしねえな。チュンチュンさんも頑張ってるよ、そういう言い方よくないよ。だがみんな安心してほしい、チュンチュンとズダはわしが守護る。今こそ鉄壁のタックルディフェンスガード。レイムさんズダが死んでます。これはズダの分だ。これも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 まとめて返すぜ。チームによる高速射撃。しかし自慢のチュンチュンの汎用相手では厳しいものがある。かこれ相手もしかして支援機ないんじゃないすかね。これは機体編成的にこちらがやべえかもしれません。でも動画にしてる時点でそれなりに活躍するのは間違いないから大丈夫。ネタバレかっこ悪い。ということでズダとチュンチュンの仇を取れずに汎用に袋叩きにあってジムエルメイスリタイア。そしてリスポンからのいつもの支援攻撃も何の成果も得られませんでした。これはジムの日にスジムが活躍できないという未曾有の危機。未曾有だけでいいです。あとこれライトアーマーですんで、あと支援砲撃で活躍しようとすんな、というネガティブな批判しか聞こえてこない。逆境もライトアーマーちゃんのグレポイ力でなんとかハイエナさしてもらえんもんか。そして都合よくお釣りかけのマシリクガンさん発見。おしあれをいただいちゃうぜ。しかしミリ残りでグレがリロ入りならばチュンでダメ押し。しかし中の人は逃げたもよう。まあ歩兵はほっといてもええやろ。なんでこの辺に持ってる支援機いないかチェック。お、あそこに駐車してる陸戦型高機動作が。くっそ、ちょうどもしもしし終わって乗り込まれたか。これはもう敵に支援機いないみてえなんで汎用狩るしかねえですよ。汎用相手でもライプアーマーのチュンチュン力を信じるっけない。そして速攻 B ライアケルガバ管理。だがここでお相手謎のタックル。これは武器切り替えミスってタックルでちゃうあるあるかも。それはしもよくありますんで。格闘でこけさせるもやっぱ全然削れてねえな。これはブンブンより離れてチュンチュンした方が削れるみてえっすね。レベル5の軽装型ビームなら1発1000弱の火力なんで汎用相手でも結構なダメージ。射程も武器レベルによって若干伸びるようになったんで、レベル5なら270メートルと良い感じ。タックルからのピンク棒で寝かせてからのグレポイ煙幕で一旦退避。ここはビル挟んでの追いかけっこで起き上がり無敵を待ちつつのそのままチュンチュンでじわじわ削り切りたいところ。よっしゃ、相打ちながらなんとか撃破。しかし横から新たな敵襲来ですよ。むむむ、やつは300コス勝ち組強襲。300コス強襲枠を金の力で無双するシュナイド貴様だお。だがシャッガンの距離が遠すぎたのが貴様の敗因無課金機の憎しみを思い知れ。弾弾が運よく1発しか当たらなかったんで助かったな。しかし起き上がり無敵からはもう無理ポなんで、ここはもうゴマーしかねえ。予定爆破で試合を荒らす歩兵プレイヤーとか最低ですね。相手汎用だらけとかこんなんまともにやったら無理ゲーやろ。まあ拠点爆破もこのゲームの戦術ですから、これはしゃあなしですな。おいおい、いいのか、爆弾設置しちゃうぞ。いいのか、お、相手降りてきましたよと思わしてからのシュナイドヌスッとチャンス。いやまだわしのライトアーマーちゃん生きてっから、あっち行こう。それに気づいて相手もシュナイドに乗り込む泥沼の歩兵レース。ここはタックル来ないことを願っての連撃ぶっぱやで、若干間に合わずダウンからの下角追撃で撃破やったぜ。こっからさらに爆弾設置でクソゲーに付き合ってもらうぞ。文句ならこんな歩兵システムにしたバンナムを裏目わしは悪く。違う違う、焦ってナイフ振り回しちゃうボマあるある。残り2分でポチポチっとディフューザー設置。これ26じゃないです。あとディフューザーは爆弾解除する方ね。交渉は決裂した。おっしゃ解除範囲よ来いよ。恋に発展して
素敵なことやないですか。長年のクソゲー経験からここのコンテナ裏が意外と見っからないですから。今まで何度もボマーに拠点割られた経験がここで生きる。おし、きたきた。ここは焦らずじっくり待って。はい、どうも。ここもうちょい痛めてから撃った方が良かったね。まあまあ爆弾解除チャンスも残してあげたと考えればオケですんで。カライプアーマーちゃんまだ残ってる奇跡。お前に屈辱を与えるためにあえて体力ミリで残してあったんだよ。歩兵バズに破壊されるモバイルスーツやリオル。とはいえ拠点爆破は成功したみてぇですね。ここで相手シュナイドキさんが回線不具合で切断という悲しい事故をご報告しなければなりません。事故ならこれはしゃあなしっすね。ライプアーマー乗りのボマーにクソゲー強いられたから、そりゃあ回線の不具合も起きやすい状況でしたから、これは致し方ない。インターネットの不調間違いなしですんで。とはいえわしいなくても普通に味方強かったみてぇなんで、ボマーしてごめんね。またボマーへの憎しみ広がリングなゲームをしてしまった。ライトアーマーは低コス強襲機でまだまだ現役といった感じなんで、シュナイドガチャに敗北したを伏せたりてないプレイヤーにおすすめの機体です。私です。チュンチュンの火力すごいんで、シュナイド機とはまた違った良さありますから。といったことでまた次回。